はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、レオでございます。ということで本日はここ大宮駅から、越後湯沢に向けて在来線で向かおうと思います。朝の高崎線始発電車に乗っていきます。現在朝5時半です。ということで大宮から越後湯沢まで在来線で3時間半ぐらいですね、乗っていきたいと思います。この電車は高崎線普通電車高崎行きです。次は終点高崎です。どうも、なんか似たような光景をついこの前浜松で見たような気がするんだが、またまた埼玉県じゃなく群馬県というのがよくわかんないんですけど、ということで高崎駅に着いたのでさっさと水上を越えてどこだっけ、越後湯沢かに行きたいと思いますね。越後湯沢ってね、スキー場なんですけど、スキーをしに行くわけではないですけど、まあ雪国に行きたいというか、まあ温泉に入るだけですけど、単純に温泉持ちでというか、なんでこんなガラガラなのかっていうと、やっぱり平日ですから。あるじゃないですか、パイセン。ここおまずここ乗りましょう。え、ガラガラ、え、こんなもんなの。あれ、あ、いいですね。在来線の楽しみというのはここからですよ。ここからが最高の景色を味わえるということで、で、まあ景色的にもこっちの方がいい、進行方向というか、だからいい場所を取るやろ。有名な、あ、あたた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 た、ありましたありましたありました、ここ、あ、ちょうどやん、こ、はい、あの暗闇の奥ですよ、ドアイと言ったら。いやー、これ久々に見たな。上越線と言ったらドアイってどうなん。上越線普段あんま乗らない、乗らないね。1年ぶりだもんな。どうやお別れと。一応待ち合い室もあるからね、ちゃんと。いやこのトンネルね、ここで降りたらまた何時間か後に電車来るまで待つしかないんで、そんぐらい本数が少ないんで、だから降りたらしばらくはどっか待つしかない。トンネル抜けたら雪景色と、そこまで雪景色じゃなかったけど雪景色と、まあ関東人からしたら驚くよね、雪があるのと言って。上着あってちょうどいいぐらいかな。そうだね、あれですよ、あ、山とかすごいよ、ほら、あーすごい、小説 の、 川端康成の小説で雪国っていうのはこの越後湯沢とか外の辺を描いてるというので有名ですよ。でここに水溜まってるじゃないですか、これ、うん、なんでこういうの水あそこちょろちょろ出てるんだけど、うん、こういうの水がなんで出てるかっていうと雪を溶かすためなんですよね。線路上に雪があってゴツゴツしてたら線路を塞いじゃうんで、それを雪を溶かすためにこうやって線路上に水を流してると
いう感じなんですよね。そう、雪溶かさないと大変じゃん電車に。うん、確かに。そうだから線路上の雪を溶かすために水をまいてる。これこういうところでしか見られないこう特殊な感じなんですよね。この景色がね、あの在来線の特に上越線の旅の醍醐味でもあるんですよ。なんでこの区間で在来線に乗りたいかって言ったら、この景色が見たいから、わざわざ在来線で旅をする。こういう景色が見られるのはやっぱりこの辺ぐらいかなって思ったりするんで、東京から近場だとね、うん、こうやって雪もねちょこ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 、だって関東では桜が咲き始めてましたからね、咲いてましたしね。それとは真逆の世界と雪が積もってる。春を感じながら雪国に行って雪を感じる、今度冬を感じるといった感じ。いい景色だ。この車窓を眺めてるだけでも楽しい。これが鉄道旅の醍醐味。無料大浴場ってのがあるんだって。次は岩原スキー場。おお、止まってるよ。まあ、毎回ここで止まってるんだけど、いやーこれいいね、マニアックだけど。いや、わかんなかった。あ、いろいろ、いいじゃんいいじゃん、いいねいいねいいね、ほらほらほら、いいね。いやーこれいいじゃないですか、これいいじゃないですか。やばい、スキー場って感じだね。なんかリゾート、旅館とかホテルがいっぱいある景色。いい景色だな。すごい名前だね。ゲットブレイク。カタカナのやつだとね、そうになるんだよね。あ、マジ、だからゲートウェイっていう。ゲートウェイ。ゲートウェイ。あの、普通の自動のゲートウェイなんだけど、だから日本語音声だとゲートウェイなんだけど、あの英語放送になるとゲートウェイって。そう、そう、だからはゲートウェイ。話が間に合う。おー、すごいな、この放送って思って。マジ、ちょっと行った方がいいよ。いいところだよ。なかなか面白い駅だよ。そうだから、シンプルのいい。うん。だから、山手線自体が最近本当に。マジ？最近正面スキー場くらいだったら。岩原スキー場前と。次は、越後湯沢です。正義。目的です。The next station is 越後湯沢。いやー、いっぱい大きな建物がホテルとかが多い。いやー、いいなー、こんなん埼玉じゃ見られない景色だからね。本当にこういう景色を見るためだけに在来線っていうのは、本当になんかみんな在来線どうこうとか言うけど、そんなことないよね。知識はないけど乗り鉄。パワーワード。さあ、着きますよ。早かったね。近いね、思ったより。なんかここまで来たら。ね、あっという間だったね。ということでね、今回は、在来線で、雪国まで行ってみたということで、そうだ、雪国行こうというタイトルでやらせていただいてますが、なんかちょっとフレーズが似てますけど、そうだ、〇〇へ行こうって、似てますけど、なんかのフレーズ。ね、なんかですね、あんまり、そう、JR ですから、いろいろ言うと怒られちゃいますけど、まあ、そうだ、雪国へ行こうというタイトルで今回ね、やらせていただきましたが、いや、だって、その小説のタイトルだって雪国ですから、合ってません？間違ったじゃないですか。そんな感じで今回は大宮から越後湯沢まで在来線で行ってみました。まあ、この人はちょっと八甲線で高崎方面から合流したんですけど、ということでこれから越後湯沢を観光して温泉入って美味しいもの食べて、満喫したいと思います。ということでご視聴ありがとうございました。